ネです。お父さんです。ノリノリです。なんでそんな後ろ。じゃあ顔でかいから。声が面白い。対戦相手が決まりまして、不愉快の本山選手です。どう、まあ、回転でも別だけどな。どう、どう、うん、お父さんと1回、2回やって1回やって、1周いっぱいとかもね、どうって、うん、いや、対戦相手のまあ、うん、印象とか印象、まあまあ言うたけどな、体験でも言うたけど、どうやって勝つ、もう勝つのは決まってるやろうけど、勝つ、お前喋れや、しばくぞお前。もっと普通に喋れよ今。倒して勝つ。もう倒し方見えるわ。左ストレートもうきらー、また左ストレートだ。いやね、あの、本山選手、対戦相手本山選手に、あの、俺から言いたいこと、言いたいことというか、あって、まあ、その裏取れてないからよう分からへんけど、まず一つは、会見来いよ。何してんの、まず。多分まあ仕事やな、ね、多分あったんやと思うねんけど、やっぱりプロのキックボクサーとして、なんやろな、俺はあの正直ちょっと考えられへんかって、なんかあんまりキックボクシングに対しての愛があんま感じられへんなっていう。お呼ばれしてへんかも。お呼ばれ、呼ばれてない、いや呼ばれてないっていうか、あの会見で結構まあまあデカデカとみんなが来て、まあ、撮影とかしてる中で呼ばれてないっていうのはないと思う。だから声はかかってて、まあ、これぐらいやったら来てぐらいの感じやったんか、誘われたけど、まあ、何か事情があって断ったのか分からへんねんけど、なんかな、こう俺やっぱ自分が、現役のキックボクサーやったらやっぱり仕事置いてでも行くし、なんかそこに対して何やろな、例えば天心たけるが、あのまあ試合がありますで、試合発表の会見があります、いや仕事で行けないですって言ってたらどうすか。なんか舐めてない、舐めてないというか、そこに何やろな、そのあの大きい大会に出れることで満足してんのか、ほんまになんていうの、心の底からタイムに勝とうとしてるか、その時点で絶対勝たれへんから、いい勝負もできへんと思う。ほんまにこれ俺心の底から思う、今のこいつに 100% 勝たれへん、まあその技術とかそういう面、キャリアとかそういうことじゃないところの、そのキックボクシングにかけてる思いとか、そういうところがもうまず365日あったら360日ぐらいこいつはキックボクシング、もうほんま365日考えてる、寝て起きた瞬間からもうそのキックボクシングのこと考えて生きてるこいつと、人生ほんま全ベッドしてるこいつと、なんやろな、もうそのまあそういろんな事情があったと思うねんけど、そこに関しては俺はあかん、やっぱり他のキックボクサーに対してもどんな事情、やっぱりプロでやってるんやからそこは来なあかん絶対。やっぱり俺らはタイムもそうやけど、キックボクサーは、まあ、好きでやってる、好きでキックボクシングをしてるから、なんやろな、試合することも別に何もあれやけど、
こう見に来てもらえる人、お客さんとかっていうのはやっぱり日曜日に時間あけて、まあ、お金チケット買って来てくれてる人を、自分目当てじゃなくない人もやっぱりもう見てもらえるわけで、うん、そのやっぱり会見来て、まあ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 静かい会見来い、もうそこらもう寒いよ。いや、どんだけ練習してる。じゃあそこで、まあ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 、そんなキャラなんじゃ。だからもうそのなんかもう、まあもちろんこっちはキャラではあれやけど、向こうもそんな性格で、もうだからせやから勝つね、うん、そういうこと、ね、そういう意味でも、ね、むっちゃスイッチ入ってそこで、あのトレーナーとして、うんうんうん、俺の名前も何回も出ただけに、うん、何やろな、今流行りの会見でごちゃごちゃ喧嘩みたいにして、もうそれは一切思わへん、うん、それはその相手の、キャラクターとかそれもあるし、こいつのあれもあるから、別に喧嘩して盛り上げて引きつけてみたいな、そんなんは全然いらん、来いよ会見で、何してんねん、来いよ、聞いてるか、お見てるか、元山、そうやな、マジで、それはほんまに俺は思ってるよ、うん、そこはもう、うん、いろんな事情があったと思うよ、そう、わかるけど、まずキックボクシングが優先でしょ、俺らは現役でおる以上じゃないなら、あんな大きい興行に出る必要ない、うん、普通に街でやってたらいいね、別に誰にも見られんと、で、うん、そこのことはちょっと発散しときたくて、うん、今ちょっと回します。なんかもうええって顔やめて。まあ言うてることはわかるけど、もうほんまにもうそこをこうね、もう常識的なこのな、もうそこが一番大事なとこやからなってね。プロでしょって、うん、まずプロ見て、うん、人に見てもらえることでしょ、うん、そういうことよ、うん、そこの時点でもうまずレベルが全然違う、うん、うん、いやもうそのか意識ね、うん、今から練習するけど、この練習とかはみんなやってるから、ここは何も別にタイムのあの追い込みしてる、うん、みんなやってるから、ここは何にもすごくない、みんな一生懸命練習してるから、ここに関しては何にもあれやんだけど、はい、ここそれぞれのやり方でな、うん、みんな一生懸命やってるから、それ一生懸命やることがもう当たり前やねんけど、うん、まあそういうところで、はい、俺の説明して今日は令和5年1月24日なんですけど、昨日1月23日にゴング格闘技でタイム君が出てます。この94ページページ数も、はい、これまたこういう感じで出てるんで、ちょっと1222円なんですけど、皆さんお買い求めください。また試合のことも載ってるんで、あ、ぜひぜひ、お父さんも載ってるし、ほらほんまね、いやもうこれはこうと、いや会見来いよ。足元照らす街灯のそばで、いつかはさなんて自らな、輝くこともやめて歩いて、のは性に合わねえから、落ちた矛に力を入れて、雲間から差す二つの光を見つけ、また歩み出すの、つまずくこともあるだろう、はい、つくばり唇噛んだよ、土ぼこり払う手には何か滲んで、未だ強く握ってる、
騙されない自分の嘘にわざと悪くしていた都合に今は少し動き曇りの向こうに見えてくる太陽のストーリー日はまた昇り繰り返すのあなたが握る手を掲げたなら You are our sunshine, yeah You are our sunshine, yeah あの日見た光と重なり笑う勝利の女神をまだ早い再出発するのさあの未来なんて思いとは裏腹くだらない札を巻きうだつも右肩も上がらない欲しいもんと守るもんで葛藤耐え忍び混じり込んだ雑踏パッとせずとも幸せ感じこれでいいと言い聞かした何度巡り巡る日々の中で大人が言う大人にはなれずに下げた頭は何のためこのままの姿じゃなんだかねまだ行け。はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様です。今日の練習はこれで終わりです。はい、出た。ですか。まだ1ヶ月ちょっとあるのかな。試合まで今やるのはスパーリング時期、いろんな精度を上げていく時期。もう追い込み今やってるけど、一旦どっかで緩めるのはもうこういうバスっていう型のものを作るイメージでやってるんで、攻撃力やったり一発の破壊力を上げたりフィジカルとか、まあ、そういうのをやっていってスパーリングバンバンする時期で、で、まあ、怪我せずにで、また本追い込みみたいながっつり追い込み上げる追い込み。なかなかバテへんくなってきてるから何刺してもガムテープ3枚貼って15分3セット何で口呼吸をもう全くせえ、もう鼻でしかできへんようにすごいわ。でも外したらめっちゃ楽やと思うんだよ。外して動けたらめっちゃ楽やと思うんだけど、まあそれも今新たに挑戦してることで、まあ今までマスクしてたじゃないですか、うん、でもまあこれで変えてみようと思ってやらしたら、あ、これありやなと思って、ね、まあそれが、まあ、まだちょっと話それるけど、それがいいかどうか分かんないんですよ、うん、ほんまに。なんか、ね、野球やってる時昔うさぎ跳びに行くバンバンやったけど、うん、今はあかんとか、うん、で何がええか悪いかなんか正味分からなくて、で、要はええと思うわ適当に言うなよ。でほんまになんかあれはスタミナですわあれはまあまあ、うん、まあこいつ自身が、うん、まあこいつというか選手自身が、うん、何を信じてやるかと思う、うんうんうん、トレーナーやったりとかそれがまた仮に間違ってたとしてもそう信じてやってたら、うん、強くもなれるやろうし間違いも正解になるんちゃうかなって思って。最近それをよう思う。なんか三尾のなんかそれが一体何を信じてやるか、うん、まあ、キックボクシングにおいてね、うん、それ正解もあるんやろうけど、なんかもうどん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 これガムテープ貼ってて全然意味なかったなでもいいし、うん、こう1年後にあんなことやってて全然意味なかったなあれでもいいし、なんかそういう風にどんどん活動してやっていきたいなと思ってます。お父さんは、はい、ノリノリどうですか。まあ試行錯誤してねやっていったら、まあ、いろいろ昔とかやったら今日ちょけんって言ってなかった。昔とかやったら例えば野球でもそうやけど水飲んだあかんとか、はい、例えばやけど、まあ、うさぎ跳び
とかあるやん、あんなんでもなんか今はあかんけど昔はなんかお酒でバンバンやっとったとか、うん、あんなんとかも、あ、俺言うたらカットしたことしてる今日ふざけへんつもりやった丸々見るとか見てるだけやからでもまあこのトレーニングをやっとったら多分もう余裕で、もっともっと高みを見てるから、うん、今回の試合勝つことがまあ目標じゃないから、まだまだもっとほんまに、うん、1年後、2年後、まあ、こいつが20歳になるときって言ってるけど、まあ、いつになるかわからんけど、ほんまにこの表紙になるのはタイムやから、これ間違いない、間違いないというか、もうそうする、うん、それが目標でもないし。3月5日モテヤマくん改編来なあかんわそれも俺が言ったよそれも前半に俺が言うたよ怒られるで怒られるモテヤマくんに怒られる、お前いろいろあるけどお前には言われたノリノリって、3月5日 のチケットもまだ大丈夫なんで、あのよかったら応援してあげてください、はい、今日はいっぱいお父さん食べてるけど、すみません、3月5日、絶対倒して勝ちます、はい、応援よろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。